わあ、ホットコーヒー片手に金魚鉢ガン見するタイプの人だ。どうしよう、ホットコーヒー片手に金魚鉢ガン見ビトラーなんだよなあ。私突然話しかけたら失礼かしら。へいへい、そこのお嬢さん。け、嘘、話しかけられた。うあなたは神を信じますか。宗教絡みの人だったわ。なんてふざけてられないわ。出てきやがれオブジェクト。口当たり最高。SCP-5695、チョコレートの金魚、です。特別収容プロトコル。SCP-5695 は、要求があれば、すべての職員が利用可能です。このオブジェクトの使用方法は、広大のために、実験ログに記録しておいてください。また、常に、少なくとも一つの SCP-5695 実体が、存在するようにしてください。というのがプロトコル。なんだか随分と平和だが。先生、説明だう。SCP-5695 は、ミルクチョコレートでできた、一般的な金魚によく似た見た目の、小さな像だ。その異常性は、水の中に投入することで発現する。なんと、投入された水域にいる全ての水生生物が必要とする水域の大きさに関わらず、新たな SCP-5695 実体に変化してしまうんだ。うへへうへへへ、チョコレート祭りじゃい。しかも、この新たに生まれ狂った SCP-5695 実体も本体と同じ異常性を示すことが明らかになってるんだ。おま、こんなん河原の土手でチョコまみれになるしかないやんけ。しかし時に変態クソバナナさん。どうしたんですか？オバーオブバーバー、おばあちゃんエディション。ナチュラルおばあちゃんやないか。いやーね、パリやっぱりさ、魚みたいな形だと舌触り的なものがあんまよろしくないのかなーとか、あんま食べすぎるとでぶっちゃうよなーとか、そういうのが気になっちゃ、めちゃくちゃそっぽ向いてる。どこ見とんじゃい、どこ見とんじゃい。希望の未来ふ、あんたのそういうとこ嫌いじゃないよとか、まあそういう茶番は彼方に大暴投しといて。 SCP-5695、 その独特な構造はそのまま保持されてるにもかかわらず、非常に美味かつ滑らかで心地よい舌触りであると評されています。また一般的チョコは嗜好品の側面が強いですが、こちらの金魚チョコはいつ食べても体が悪い影響を受けることはありませんというのが職員たちの中でのコンサンセス。構成要素分析での証明反証はできてないが気にするな。発見の経緯。 SCP-5695 は、通りかかったハイカーが建物から発せられる異臭を訴えた後、アマチュアシェフのアーノルド・グラスマンの所有するキャビン内で発見されました。おめでとうございます。元気なチョコです。地元当局の調査により、アーノルドの遺体と共に見つかったようです。死因は、自己食人性の、頸静脈栓死。なんか雲行き怪しくなってきたぞ。また、遺体が発見される前の、ある時点で、近くのグレイ湖の魚がすべて、SCP-5695 実体になってたことが判明。これにより、財団は、この事件に関与することとなったわけです。実験ログ、5695の1、SCP-5695 の変換特性をテストするため、一連の実験が行われました。すべての実験が、SCP-5695を水の中へ投入し、結果を観察するという形で行われました。それでは各実験どんな結果になったか見ていきましょう。最初はこちら。水域は小さな水槽で、中には一匹の金魚です。ここにチョコ金魚を入れてみたところ、まあ予想通り一匹の金魚は新たな SCP-5695 実体になりました。次はアイテムだけ2匹の人手に変えてみます。こちらも特に問題なくチョコと化しました。やったぜ。次は水域を大きな水槽に、アイテムは4羽のマガモにしてみます。おっと、さすがにマガモは対象外だったようです。ゲセヌ。3回目は6匹のイルカ、哺乳類ですが、いけるのでしょうか。いけました。海が活動の中心なら、哺乳類でも対象ってことなのかな？ 4 度目、今回はイルカを12匹に増やしてみます。残念、変化はありませんでした。最後はド派手に、マサチューセッツ州のセントジェームズ湖、ここを水域に、水中にいるすべての魚の変換に成功しました。もぐもぐ、イルカが魚じゃなく哺乳類であるという点について思うことがないわけじゃないが、そんなことよりくっそうまいなこれ。グレード博士、チョコ食べてる場合じゃないんですよ。これつまり、チョコ化現象に、より適制限がないってことなんです。川とかに流れ出す前に、事前に封鎖しておくべきじゃ。やだ、チョコ化しようぜチョコ化をよう。完全に毒されてるやん。ほい、5695の1、実験の凍結。昨夜、ダーネル下級研究員が、SCP-5695 を、サイトから秘密裏に持ち出そうとしているのを、セキュリティシステムが検出いたしました。尋問中、それがそこまで悪いことではないという風に、ご丁寧に、スタッフみんなやっとるで、ほんまみんなやっとるで、そう教えてくれました。いやもう呆れるしかないこんなの。皆さん、今後数日以内に正式な調査を行います。集まれー。っていうまでこのサイト37から出ないでくださいね。お前がチョコになってどうする。なーんか、会議中に倒れたんだって。喘ぐような呼吸しながら、痙攣しだしたんだとよ。それから、目以外の全身がチョコ化していったって、フィッツパトリック主任へ、ってか人間も対象なのかこれ。ねえ、美味しそうだったんだよ。あ、いや、ギリギリのとこで駆けつけたからさ、すっごかったぞ。
周りを目で追い回して。触れたらダメなやつかもしれん。おまけの考察、ここまで見てくれているあなたに感謝。今回のオブジェクト、どうも学習能力があるように思える。イルカの下りで、2回目変換が起きなかったのは、1回目の変換の際、哺乳類であると理解したからじゃないか、とか、フィッツパトリック主任を問答無用で変換したのは、自身の活動範囲、個体数を増やすべく、一役借りそうだった、ダーネル含むチョコ好き職員を邪魔したからでは、とか、それと、いわゆる共食い要素がある気がするんだよね。あと辞職、発見経緯でも出てきてたけど、自身、最初の金曜きっかけとして、いろんな形を取りながら、最終的には人間さえもチョコにしながら、きっと、次なる宿主を探してたはず。魚って、水中では割と目がいいらしい。最後の最後、目玉だけチョコ化しなかったのは、きっと、次の実態を見つけるためだったんだろうね。だけどそれは誤算だった。人間界は常時水の中じゃない。狙い通りフィッツパトリック主任は消せたけど、それをきっかけにもうちょいのとこで実験凍結。とはいえセーフなのかこれは。目ん玉美味しそう言うてたしなあいつ。それよりマリちゃんチョコパしようぜ。絶対嫌だ。ということで今回のチョコパはおしまいです。もしよかったらチャンネル登録、コメント等々よろしくお願いします。それではまた次回、ハッピーバナミコー。